渋谷大学は渋谷の街全体が一つの、まあ、イメージですね、架空の大学のキャンパスで、そこに暮らしている人とか働いている人、いろんな活動をしている人たちがお互いに先生役になったり、生徒として参加したりする、お互いにこう教えたり学んだりする仕組みのことを指しています。コークリエーションを促すためにとか、どういう技術を持っているのかっていうのを発表し合って、コラボレーションが起こるような場所として、そのフォーミートアップっていうのを作りました。そこが非常に重要で、やっぱり一人で思っているだけでは、なんか例えば物をずっと作っている人はそれぞれの人の伝統の中にとどまってしまいますし、 IT をやっている人も例えばスマートフォンのアプリ以外のものを作ろうというのは誰も考えないわけですね。でもそういった人たちがこう集まってシェアすることによって、なんかお互い違う視点から見られるので、そうするとそこからクリエイティビリティ同士が重なって新しいものが生まれてきます。だからそのシェアというのは本当にすごく重要だというふうに思っています。渋谷大学のボランティアスタッフが授業の企画を行っていくんですね。で、その時にもこうカテゴリーで考えるというよりは、まあ、自分が今興味があるテーマ、受けたいなと、知りたいなと思うことを授業にしていきます。これまでイラストを描こうとすると何回もこうスケッチして、で最後にいい絵を描くっていうことが、まあ、簡単に自分できますけど、ものづくりの場合ってその形にするまでこれまですごく難しかった。でも、まあ、レーザーカッターとか 3D プリンターとかで、まあ、誰でもこう簡単にこうスケッチするようにプロトタイプをたくさん作れて、自分の作りたいものを形にできる。授業への参加の仕方は簡単で、渋谷大学のホームページで、学生登録をすれば、誰でも子どもからお年寄りまで授業に参加することができます。そして入学試験もなく、受講料もすべて無料になっています。で現在は、本当に子どもからお年寄りまで2万3000人ぐらいの方が学生登録をしていて、1年間に、1万人以上の方がその授業に申し込みをされるような活動になっています。